ね、出口からもうですよね、ワンハンドの振り返しとかっていうのもうすごいものがありますが、この辺は川端のうまいところであります。さあ続いての登場、同じこのチーム東洋タイヤのドリフトから、この SC5 に乗るのが佐久間達也というところを飛び出していきました。さあもちろんこの SC1 号もいつもの D1 グランプリシリーズを戦う車そのもの、とにかく今回はこういう特設コース近いところがかなりお客さんとも近いというためにウィングをね取り外したりとかいうことはしてもらいました。この辺はさすがにですね、ウィングが飛んでったりカナードが飛んでったりすると非常に危険というところで、まずはきっちり単走を皆さんにお披露目の1本ずつというところ。さあこの辺からちょっと1本目から不安があるような感じはしないでもないですが、これは結局この S1 号が宇都宮秋取ということになります。宇都宮秋取最終戦のお台場第2位というところで大健闘、シリーズランキングも17位に上げたというところで終えております。参加しているこの煙がコマちゃんいてくださいよ、いいですか、いいですか、これね団体になるとえらいことになるわ。さあそして僕たちに2011年度のストリートリーグシリーズチャンピオン田中誠美は昨年 D1 グランプリも参戦いたしまして、シリーズランキング18位で終えるという成績は本当に立派と言いようがないでしょう。最近という成績を収めた田中誠美、こまちゃん、これ田中誠美のいいとこって何ですかね。そうですね、いくらなんでもポンと出てきてね、はい、ランキング18位って入れないでしょ。そうですね、彼はね結構ね安定してるんですよ、安定感ね。あの逆を言うと体にないものを持ってたでじゃん、ね、あの行き過ぎず行かなすぎそう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 、川端は逆ですよね、もう行くときは行くけど食べるときはもう本当に上の講師は怒って帰っちゃいますからねさあそして田所よしふみです。 AE86 田所よしふみ、ロータリーエンジンを搭載したこの86田所よしふみ、昨年度のシリーズランキングは31位というところでの、この田所も今回チーム東洋タイヤドリフトの手もらう果たせ。さあそして2位